続いてオースライブです。今日は創業73年、老舗の焼き鳥屋さんから中継です。備長炭で焼く絶品焼き鳥を紹介します。オースライブです。今日のオースライブはこちら、大須三丁目にあります焼き鳥初鳥から中継です。はい、の1948年に屋台として創業したお店なんですが、はい、1964年に現在の場所にお店が建てられたんですね。うん、はい、もうトータルで73年という地元に愛されている焼き鳥屋さんです。2代目のご主人、この道およそ50年の超ベテランだということですよ。はい、大先輩ですもんね。はいはい、では早速呼んでみましょう。お店の服部さんと中継がつながっています。服部さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。わあ、今ちょうどね、まさに焼き鳥を焼いていらっしゃる最中、はい、なんかこの煙の感じがもうすでにね、いい感じだなという感じがありますが、はい、まあ、何を焼いてくださっているんですかね。今、鶏皮と名古屋コーチンネギマとうなぎの小串です。いいですね。絶対欠かせないネギマ、鶏皮で、うなぎなんかもあるんですね。はい、あの、昔は牡蠣限定でしたけど、ここ10年ぐらい前からお客さんのご要望で1年中置くようになりました。あ、そうだったんですね。人気商品の一つですね。あの、はい、これ炭火、備長炭で焼いてるとのことですけれども、やっぱり炭で焼くと違うんですか。うん、違いますね。火力が強いですから、はい、火力が強いですからね、はい、あのカリカリって焼きますし、中はジューシーで、はあ、いいですね。お腹が空いてきました、ね、もうだいぶ、ね、空いてきてるんですよ。この時間ですしね、はい、やっぱこう炭で焼くとそれだけね違うんです ね。ただもうその焼き方っていうのは先代のお父様から、ね、受け継がれた焼き方なんですか。いや違います。お、と言いますと、うん、どなたかに教わったということですか。別の方に。いやいや、ほとんど独学です。あらま、あ、自分のあれです、はい、どうして独学に。私が親父がもう倒れちゃったようなんですからね、脳血栓で。ああ、でその後私が継ぐことになったんだけども、ほとんど昔は親父の横で見てるだけで、門前の小僧ですか、あれと一緒ですね。その受け継ぐ前に特別教えていただいたことはない、はい、特別教えてもらったことはないです。じゃあだいぶねご苦労もたくさんあったんじゃないかなと想像するんですけれども、あ、今ちょうどタレにつけてくださって、はい、うんうんうん、これはうなぎの、こちらうなぎのタレです。うなぎのタレ、はい、でこちらが焼き鳥のタレです。うわ、美味しそうこのタレっていうのは秘伝のねタレっていうふうに伺ってますけど、どういったものが入ってるんですか。これは普通のたまりと、愛知県独特の刺身だまりと、うんうん、これから白皿と氷座とみりんでブレンドしたやつです。白皿っていうと、ザラメ、はい、白皿です。黄皿じゃなくて白い方のザラメですね。白いザラメ、うんうんうん、はい、やっぱり継ぎ足して使うその方が、はい、あの、そうです、さらっとタレができますね。ああ、そうなんです。ベタッとするんじゃなくて、へえ、すごくね、普通焼き鳥いうとタレが濃いですけど、うちのやつはさらっとしてますね。そうなんですね。そういった秘密が、ね、あるんです ね。これずっとね、美味しそう、はい、まああのね、緊急事態宣言もボロボロ明けました。制限もなくなりました。いろんな人にまた食べに来てほしいですね、服部さん。そう、皆さんに来ていただきたいですね。うん、コロナの時は開店休業に近かったですからね。服部さんの美味しい焼き鳥、またうなぎも人気ということですから、お店でいただきたいですね。そうですね、服部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。